ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよって言った声でね、今日は勝屋さん行ってまいりました。はい、こちらですね。はい、もうね、インパクトが大きくてね、やんちゃをね、通り過ぎちゃってるお弁当でございますよ。はい、そんなお弁当は何かと申しますと、うわ、でかい。はい、こちらでございますね。タレカツと唐揚げのアイモリフェアでね、やっておりますよ。はい、こちらね、セパレートになっております。税込み745円だけど、はい、こういったね、クーポン券があるんですね。はい、こういったね、100円引きのね、クーポン券があるんで、実質645円になっておりますね。カロリーは推定、はい、ざっくり1000は超えてると思いますよ。はい、期間限定でございますね、こちらもね。はい、じゃあちょっとね、開けてまいりましょう。よいしょ。はいはいはい、ご飯もね、下にありますね。こんな感じになっておりますよね。まったく、もう本当に大きゅうございますね。こちらね、上に乗っかってるやつがね、タレカツでございますね。タレカツがまた大きいね、カツ丼のようでございますよね。カツ丼となっておりますよ。はい、ね、そこにね、唐揚げさんが2個入ってるんですね。唐揚げも結構ボリュームありますよね。はい、はい、今回ですね、好評だったタレカツが、今年はアイモリシリーズとして新登場しております。はい、鶏のね、ささみのタレカツが2枚と唐揚げが2個あって、一度に楽しめるタレカツと唐揚げのアイモリとなっております。といった具合でね、こちら実食レポしたいと思います。それでは乾杯しましょう。今日はキリンの一番搾りです。はい、乾杯。泡までうまい。はい、といった具合でね、温め直してまいりました。こちらご飯ですね。はい、漬物もね、ちゃんと入ってて嬉しいございますね。はい、うわー、すごい。温め直してまいりました。それではいただきます。どうってもう大きいんですよ。だからね、ちょっと大きいのをね、ちょっとお見せしたいと思います。はい、下の方のね、唐揚げさんを、唐揚げさんじゃない、下の方のチキンカツですね。はい、わー、なんかしっとりしてますね。タレがついてしっとりしておりますよ。はい、こんな感じになってます。どうでしょう、ふなっぴーの顔と比べても大きさ分かりますよね。はい、そして唐揚げの方ですね。唐揚げちょっとね、赤ちゃんのね、手がグーグー、赤ちゃんのグーっていった感じのね、大きさでございます。はい、皮がちょっとね、剥がれちゃっておりますけれどもね、この皮のね、コリコリのところも美味しいんですよね。はい、ではまずはそのカツね、タレカツいただいてみたいと思います。断面がね、こんな風になっておりますね。結構ね、ささみって聞いてたんでね、
ささみのね独特のパサパサ感があるのかなって思いましたけれども、結構ね柔らかくてねジューシーですね。ジューシーっていうのは多分ねこの周りのね衣だと思うんですけれども、この衣のねタレですね、タレがね甘辛いですね。カツ丼のようなね甘じょっぱさはないですね。優しいね甘辛さっていった感じですね。それがねちょうどこのねささみと合うわけでございますよ。うん。でこのね上にね申し訳なさそうについてるね青のりがねやっぱりねいいアクセントになっておりますよ。うん、うん、このねカツ屋さんのね薄衣のねサクサクがまた好きなんですよこれ。うん、これねやっぱりね2枚あるからね1枚はちょっと取っといてね夕飯かなんかにしたいっていうぐらいのねボリュームでございますよ。これはすごい。そして唐揚げでございます。もうカツ屋さんの唐揚げもね美味しいんですよ。はいね、断面はねおはいご覧ください。断面もう中までねジューシーさが分かりますよね。はい、うん、ね、さっきはねささみでねこうさっぱりした感じでしたけどもね、今回これはね唐揚げはもも肉なんでねやっぱりね中から肉汁がジュバッと出てくる感じですね。ジューシーでございます。中もジューシー、そして周りもジューシー、うん、結構ね食べ応えがございますよ。ニンニクとね生姜とお醤油の味がねお肉にね染み込んでおります。だからねやっぱりご飯が進んじゃうんですよ。うん、タレカツのねタレがねちょっとついてるところをねまたね味が変わっててようございますよ。だからもうタレカツとね唐揚げのね相性の良さはもう食べてみてわかりますよ。もう合わないわけがない。うん、これはボリュームもあってねどんどんビールもいけちゃうしご飯もいけちゃうっていうね美味しい合い盛り弁当になっておりますね。はい、あ、そしてねちょっと飽きた時はねキャベツさんがいるわけですよ。キャベツさんがはいここのねキャベツさんがねこの脇役のキャベツさんをいただくわけでございます。はい、しんなりしたキャベツになっております。うん、ちょっとねしんなりしたキャベツなんですけどもねタレカツのタレがまた染みてるんですよ。なんかね脇役のねキャベツって言ったらねもう申し訳ないっていうぐらいねタレがかかってて、もうこのキャベツだけでもねちょっとご飯いけるんじゃないですか。うん、でねこれをね食べ続けて最後はやっぱりねそうそうこのね割り干し大根でございますよね。これをねうん、このピリッとしててね食感がこうパリポリって言ったね割り干し大根がねまたご飯進んじゃうんですよね。うん、うん、もう無限に食べられるお弁当ですかって言った感じでございますよ。はい、今回ね、カツ屋さんのタレカツと唐揚げの合い盛りをいただいたわけでございますけれどもね、一つで二度おいしいっていうねアーモンドグリコかよって言った感じのね一品でございましたね。味がしっかりしたタレカツにねジューシーな唐揚げ、もうボリューム満点でねご飯もビールも進むっていうね一品でございましたね。もし気になる方は期間限定なんでよかったら召し上がってみてください。マセって言った具合でね終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。